はい、はい、TGS 特別版、これ日本語でいきますよね。日本語バージョンだし、はい、今まで海外でやってきたやつとは違って、うん、TGS 初出しのバージョンですね。おお、そうですよね、初出し。じゃあ初めて見る方も、はい、いるとのことで、さあ行きましょう。じゃあとりあえずここはどうしたいんですか。おー、あ、オートマチックアシスト、オートマチックアシストっていうのがあるんですけど、はい、ユーミさんなしでいけそうな感じだったね。とりあえずなしでいってもらおうかな。とりあえずじゃあこのままこれは途中で変えることもできるんですか。そうです、今回途中で変えることができるんで、はい、またなんか詰まったら。そうですね、まずこれでやってみてみたいな感じで全然いいですよね。まずはなしで試してみるのも一つの遊び方ですよね、はい、緊張するな。よし、来た来た来た。もう今回ね、このカットシーンもクオリティがもう素晴らしく高く、本当にちょっと ね、だってこれがインゲームで、あのインエンジンでレンダリングしてるでしょ。これ別にプリレンダーじゃないでしょ、はい、普通に実機でそのまま出してるってことですよ ね、そう考えると本当にね、みんな頑張ったなと思って思うんですよ。あー、すごいっすよ。はいはい、ポーズメニューを開き、ここはどうしたいですか。ここでまあ基本の操作を理解していただいて、あのね、重要なのが右のデビルブレイカーの中身はまあおいおい見たらいいんですけど、あ、色によって性能が違うんだなぐらいは理解していただけると。はい、デビルブレイカー右腕の方ですね。そうですね、はい、Alright, here we go。 今回ネロは右腕が悪魔討伐用専用戦闘機種デビルブレイカーになってます。かっこいい。デビルブレイカーを正しい発音でマットさんお願いしてるから、ね、デビルブレイカー、yeah. いい発音、いい発音、いい発音、それだけは、はい、割と鉄板で受けるんですけどね。はい、もうこれあの TGS 期間通してこれはやっていくんで、そうですね、それを押していく感じで、まあ、ほぼ前回はあの滑るんですけど、まあ、はい、頑張ります。丸ボタンでデビルブレイカー、何も押さないで丸ボタンだけ押すとデビルブレイカーですね。はい、この義手の名前の由来は何でしたっけ。オーバチュアーっていう名前なんですけども、なんていうか序曲、最初に2個が作ったデビルブレイカーっていう意味ですね。これからもっともっとさらにいろいろ出るよという話ですね。はい、はい、ブレーキエイジね、ブレーキエイジのチュートリアルです。長押しすると右腕がこうピカーンって光るんですね。で光ると、今ね空振りしだったんですけど、このオーバーチュアの場合は光った後敵にヒットさせるんですよね。それを敵に近づいて当てる、来た、かっこいい。そうすると切り離して今敵に右腕が刺さって次元爆弾になってます。あー、本当だ、気持ちいい。あんで、もう今で使っちゃって何もなくなったんで、次の、あー、一つ減っちゃった、パンチラインっていう、丸ボタンを押すとロケットパンチみたいにこう打ち出す。お、取れましたね、早速。そう、これ乗ったままコンボが決めれる。このパンチラインはもう S 行ってますし、打った後そのまま丸ボタン押しっぱなしにして帰ってきた、デビルブレイカー受け止めると上に乗れます。あとこれのため攻撃の方もね、気持ちいいんですよね。ユーミンさん、この体験版遊んだことありますか。初めてです。初めてって、もう初めて、いきなり S に来ておかしくない。おかしくないすごいですね。わあ、この状態で、ね、いろんなボタンを押してもらうとトリック、おお、気持ちいい。これあーすごい、トリックをすると割とスタイルランクが上がりやすいんで、あーっと、今みたいに、はい、デビルブレイカー使ってる途中に攻撃を食らうと、あー急に壊れちゃいます。あー、なるほど、それで下がってしまうと。はい、S 挑発くれて、 S 挑発欲しいて、おお、じゃあ、S、また S 取るときに、じゃあ挑発してもらいましょうか。あ、じゃあね、ここ、はい、今この奥に向かって進んでくださいっていうカメラなんですけど、はい、無視して右に行ってみましょうか。はい、無視します。無視して右、左左、この、はい、ここをか壁ジャンプしながら、壁ジャンプして、あ、登っ、もうちょっと、もうちょっと
そうですね、はい、来た。そうすると隠し通路があって、皆さんここはあんまり行かれないですか？ここね、そうですね、アメリカで S ランク取った人はここ行って全部取ってましたね。あの人本当に隅々まで理解してましたからね、はい、ここ奥まで行ってもらうと、で道具を稼いだりとかで ここにしか出てこないこの 赤いお尻の敵がいるんですけど、こいつを倒すとすごくたくさんレッドオーブを稼げるんですね。ただ体験版だとレッドオーブ稼いでも使いどころないのでないんかい。長く戦闘を楽しみたい方はこっちの隠し通路の方行ってもらってもいいのかな。じゃあ土曜日日曜日実際体験される方はあそこも奥まで行かないでこっち来た方がちょっとお得かもしれない。ちょっとお得かも、はい、本編だといいアイテムが置いてるとこです。ああそうなんですね。あなるほどなるほど、はい、お尻の緑のやつをやっつけると体力回復するアイテムが出ます。グリーンオールですね、はい、でここで目的地カメラガイドっていうのがあって、はい、ここは隠し通路なんで行き止まりなんで左スティック長押しするとこう行き先にカメラが勝手に向くんですね。なんか道に迷うともう気にせずに左レバー長押し2秒ぐらいね長押ししてもらうと次行き先を自動でこう教えてくれます。おお、なるほどなるほど、便利ですね。便利です、ね、便利すぎてもうちょっと行き先見失ったらすぐ押すみたいになっちゃうんですけどまあいいかなと、うん、でもいいですよね今はもうそれぐらいで。いや背景見るたびにねやっぱりね背景までもすごい頑張って作り込んだなと思うんですよね。いや綺麗ですよね、あと書き込みがすごい。僕ら実際ねもう2年ぐらい前になりますけど、はい、現地これをモチーフにしているのがロンドンの街になるんですけれども、はい、そこまで取材旅行してね何日間か写真を撮りまくって帰ってきて、であんまり写真撮りすぎてると現地の人から怪しむ感じでね何写真撮ってんだみたいな感じで怒られたり。確かにね、でやっぱちゃんとそうやってロケハンじゃないですけれども。そうですね、リサーチしてそれが今ここに生かされてるっていう、はい、ディテールがやっぱりねこれだけリアルな表現をするときには必要になってくるので。そうですよね、建物のね本当細かい造形とかやっぱり分かんないですもんね。そうなんですよね、もうなんか柱だったり横のなんていうんですかね木の前にある柵とか、はいはいはい、もうそれの形から全てこうね細かなところまで見てくるような感じですので。なるほど。それでこの前いつもさんと話してて、はい、いつもさんが言ったんですけど、まあ、こんだけフォートリアルを目指すならやっぱり背景とかもやっぱり細かいところまでやっぱり作り込まないと目立つよって言ってましたよ ね、 あ、そうですね。今回チームのみんな苦労したと思いますね、うん、ここのフロア行ったんで、あれ教えますか。あれあれなんですか。あれあれあれすいません、せっかくなんで、はい、このね、はい、この真ん中にある、あどうぞどうぞ、はい、あ白い像があるんですね。ほうほうほう、この上乗れたら乗ってみてください。乗れたら乗れたら乗る、一回ここに乗って、これ、ね、背中の上に乗ってみてもらって。割とシリーズあるある的なやつですかね。あ惜しい、意外とこういう場で聞かない方がいいかなと思うんですけど、こういう時の乗り方についてなんかコツありますか。あー惜しい、2回目のジャンプも長押ししてもらったら。長押し、おーいけそう、はい大丈夫ですよ、まだ時間たっぷりあるんで。そうですね、おーあー2回目のジャンプ、そう、いけすぎちゃう、難しいでしょ、いつのさんよし難しい、もうちょっと、もうちょっと、よしよしよし、ストップ、あーいた、あーなるほど、すごい大量、こういうお得なあれがあるんですね。そうですね、まあもう一箇所こういう場所があるんでまた探せる人があったら探してみてもらっていいですか。あーなるほど、そうですね、で今落ちてるデビルブレイカー拾ってもらったんですけど、はい、体験版だと4つまでストックできますので、うんうんうん、逆に4つもあるんだから気にせずにバンバン使えばいいかなと。なるほど、いろんなやつを試してみて、はい、で4つ目以上は拾えないんで、はい、あーなるほど、そうかそうか、せっかくなんで使っちゃいましょうか。そうですね、ここはまた狭いですね。そうなんです、ね、ここはでも狭いのを有効に使える義手があるんですよ。今ちょうどここね、
ダメだ、空中で打ってください、空中で放つ、あー来た、あーらー、おーすげ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 ー、いきなり S、 いきなり S ですね、すごい、トリプル S、 トリプル S、 スモーキンセクシースタイル、かっこいい、いちいちかっこいい、ええ声、それしかないんですよ、はい、ガーベラのね、ため技は壁に反射すればするほど威力が上がるんで、こういう狭い部屋で使うとこうやって一気に S とか、うんうんうん、いきますね、コツですね、それはゲームはちょっと特別ですよね、空中のブレーキエージもありますし、地上に立ってるのもありますよね、どん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 下がっていく、地上でやってみますか、地上でやってみましょうか、さっきのやつ、はい、いけー、いけ、真空波動拳、違うやつじゃない、ネタでしょそれ、ジャンルが違うんですね、あ、すいません、あ、かっこいい、コメントでバットさんは声優さんなのかって、いや全然あ、でもあの次のね、あのカプコンっていうタイ、あ、ぜひいいタイ、それで夢ですよ、夢ですよ、ちょっとやってみましょう、キャッカーちょっと滑った感じありましたけど、振っといて、僕らの CM の時までにはね、マットがその声優になれるよ、ぜひ頑張りたいなと思いますね、はい、一応大きな戦闘が終わった後は、はい、デビルブレイカーを補充できるように、まあ、今回の体験版ではたくさん置いてるんで、はい、戦闘の時はまあ無駄遣いしてもらっていいかなと、お、いいですね、バスターで今回バスターアーム、これTGS で初めて使ってもらえるやつなんですけども、4の時にネロが使ってたデビルブリンガーの性能を再現するをしようとしてニコが作ったんですね、あー、はい、なるほどすごい、ちゃんと大きくなるんですね、これでデビルブリンガーみたいに、そう、大きくなります、ね、でなんか嘘を作ってるんですか、モデル自体が、あ、モデルちゃんと変形して、変形してるのか、大きな手の形に変形するなってます。すごい、これを使うとバスターができるはずです。あ、来た。じゃあ長押しで使ってみたら、あ、長押しでやるとちょっと性能の高いバスター、しかも壊されない、敵に壊されないようになバスターが出せます。お、あ、今のその代わり壊れちゃうんで、そうですね。うん。結構強いと思いますよ、これゲームプレイでそのランクをその上げるためというか S とかを取るためのコツみたいなことはどういうところにあるんですか、いろんな技を使ってダメージを食らわないように、で同じ技を連続で使うとスタイリッシュランク上がりにくくなってるんで、はい、いろんな違う技を使いながら、うん、ダメージ食らうと問答無用で2ランク下がるようになってますね、あー、なるほどだからいかにかっこよくかつダメージ受けないように戦うかっていうのが、ね、まあやっぱ基本ですよね、デビルベイのね、さっき言ったの S ランククリア目指したければ、はい、ほぼノーダメージが条件になってくるんで、あー、やっぱシビアですね、相当シビアですね、この体験版ではまあそんな感じですけど、前編にあってわけではないですね、製品版はそんな、うん、難しくしてないですね、うんうん、S クリアだけで言うと普通にかっこよく戦えば S 出るようになってます、はい、なるほどここよく体験まで迷われる方が多いんですけど、はい、手前ちょっと戻って右、そうですね、はい、左手に気持ち悪いとこがあると思うんですね、ここ、はい、そこでさっき拾ったまたこの気持ち悪いアイテムを入ってった、これで皆さん迷いませんね。なるほど、じゃあ本編ではそんなに S を取るのは難しくないはずっていうのは、じゃあこの体験版を遊ぶ人を意地悪してるだけでしょうね、じゃあそうです、意地悪してます優しいですね、伊藤さん、はい、あ、ここに電話がね、手前に電話があるんですね、はい、ありましたね、電話ボックスあった、はい、そこで受話器を取ると本来ならニコっていう今回のヒロインが車に乗ってドサーって現れて、そこでアイテム買ったり、亡くなったデビルブレイカーを買って補充したりできるんですけど、今回来ないです残念、なってるだけ、はい、今回は来ないです、はい、でもずっとなるか、いや、取ったら大丈夫です、はい、取ったら大丈夫で、最後、はい、この後、何かが待ってるんですけど、はい、
たくさんここにデビルブレイカーを置いてるので、で今あのお気に入りのデビルブレイカーがなければL1 ボタンを押してぶっ壊せば、あーなるほど、あーいっぱいやってますね。まだあるから、まだ美味しいし、あまだあるある、どれどれしましょう、これいいですかね、だいぶいいですね、でここでまあ満タンにしてボスに行ってもらうといいかなと思います。拾う順番かなり重要ですよね、先に拾ったものが後で使うようになるんで、その拾った順、そうなんですよ、だからあの取るどう戦うかを計算して順番に拾ってもらう、なるほど、気に入った順番じゃなければ、うん、L でぶっ壊してやり直してあ、そういう遊び方も、よしよしよし、カットシーン、腕の順番は基本的には変えられないふうになってるってことですね、基本的には変えられない、はい、はい、これ黄色いのなんすか、マコさんこれ、ちょっと待って、次のセリフはではそのセリフないです。ああ、そっか。ああ、なるほどですね。救急車ですよね。救急車だ。救急車ですよね。はい、私たちね、あのあれですよね。ロンドンに行っても一応確かロンドンの救急車はこの色だと思うんですけど、はい、ずっとそのロンドンに行っても我々分からなかったんですよね。これが救急車だと。そうなんですよね。これ英語版だとネロが医者はどこだって出てくるんですよ。英語版だと救急車だから。でもあの。イギリスの人以外はこれが救急車で分かんないっていう確かに日本人からするとただ黄色いパンチャみたいな、そうなんですよ、なので日本語版はちょっとセリフ変えてます。あ、はい、そういうことなんですね、はい、さあそしていかにもなボスが出てきましたね。かっこいい、英語音声の切り替えとか字幕とかはできるんですかっていうコメントが来てますけど、まあ、ゲームを最初に始めるときに切り替えをするんです。そうですね、あのミッション始まる前に切り替えてもらうと、はい、タイトル画面とかの、はい、に切り替えてもらうと、あの字幕のオンオフもあのボイスの切り替えもできます。はいはいはい、今回体験版でも同様の仕様になってますので、英語字幕で楽しみたい方は、はい、あのゲーム始める前のオプションで、はい、設定すれば変えてもらうと。あ、来たボス、うわお、うおう、うまい、どうしよう、ここで、はい、オートマチックアシスト使ってみます。そうですね、使ってみましょう。R3 でしたっけ、そういうスキルを見つけると右レバーを2秒ぐらい押して、あ、出た、今右上に音出たんで、これであとは三角ボタンを、三角ボタンを押す、連打するだけで、連打するだけ、割とかっこいく、そうですね、あの避けるジャンプで避けたりとかはやってくださいね。はい、わかりました。あれですよね、オートアシストをつけてもそれでじゃあ簡単に倒せるわけじゃなくて、ね、あくまでもスタイリッシュマークをどうやって上げるかって分かるんですね。スタイリッシュな攻撃はあの自動で選んでやってくれるんですけど、スタイリッシュに避けるのは自分でやってください。あ、罠も自動でやってくれるんですね。罠は自動で出ますね。なるほど、吸い込まれるな、誰も、あ、お、すごい、お、やばい、お、お、エス、オーライサービッチ、これあの、逃げてください、逃げたい、逃げたい、あ、今、今壊れちゃったんで、はい、L1 ボタンを、ブレイクウェイ、あ、来た、よし、 L1 ボタンを押すと、はい、デビルブレイカー1個なくなるんですけど、はい、脱出できます。なるほど、めちゃくちゃ使っちゃった。今もうゼロだ、ゼロ。あ、そうですね、L1 は大丈夫です。オーライ、左の方に落ちてます。おー、あ、あった、あった、あった、何個かありますね。よしよし、バスターアームと、バスターアームとオーバーチュア、オーバーチュアありますね。なるほどね、これ拾っといた方がいいですね。このボスと戦う時のそのポイントはどこになるんですか。今みたいにこうお腹がブワーって光ったら、はい、ドーンって爆発があるんで、ちょっと後ろに下がってもらうことですね。あ、お、バスターアーム、バスターアームやってみて、L1 押して、丸丸丸丸丸丸、降りて降りて下に降りて降りて、あーあーあー
今バストアームなんで、はい、ボスはダウンしてる時しかバスター決まらないんですよ。あーなるほどなるほど。で今バスターできそうだったんでまたチャンスがあるから無くなっちゃった。ぜひね、でもあの DJS に来て体験版遊んでいただける方は今みたいな時にね、ボスがひるんだ時にバスターを決めるっていうのは一つ目標にして遊んでもらえるとすごい楽しいと思います、ね、あのボス戦勝つのはあれなんですよね、今ねちょうど金の像の前にねグリーンオーブ1個落ちてると思うんですね。いいですね、取った方がいいですね。こんな感じで何箇所かボスステージにグリーンオーブ置いてるので、あ気をつけて、あああ止めたいけどない、ブレーカー持てないからブレーカーもできないんですし、もう食らうしかないんですね。あーいたー、あでも今ね壊れた銅像の根元にもう一個グリーンオーブ置いてたんで、はい、やった拾いましたね。今拾って体力回復したと思います。あそこにもありますか、はい、あれは後で取りましょう。後で取ります、はい、もう満パンですね。これでも倒せそうですよ ね、 倒せそうですよ。あ右の方にデビルブレーカーがもう一個落ちてるんで、あった、おーよし、オーライパンチライン、あこれで溜めて、これで溜めて敵に近づいて溜めて、かっこいいフィニッシュを目指しましょう。よし、いけいけいけ、オーライユミン、いけいけ、新勝利やったさすが、こんなうまくいきますかね。あの興奮して昇竜拳って言ってる人いたんですよ。ちゃんとした技名ってあるんですかあれは。どうぞ。いやあとすごい。いいですね。いやでも初プレイでしっかりクリアまで行きましたね。行きましたね。めちゃくちゃ楽しかったです。これ何回やっても楽しいんで ね、 ぜひ、はい、そうですね。なんかもっと上手になりたいって思います。A ランク、いいこと言いますね。クリアですね。あーやったー。Yeah, hey, all right, nice.